はい、どうも、動画です。それでは、続いてはこちらの回答しましょうかね。サマースラム。今年から新しく出た商品ですよね。今までは、サマースラムと、スマックダウンローテ、それぞれ個別のブランドのカードあと、マネーズインザバンクっていうちょっと高めのやつも出てました。新しい商品が結構出ましたよね。はい。で、今回はこちら、サマースラムを開けていきましょう。はい、何で言おうと。デーモン、フィンバロール、シーマス。今、最近復帰したんですね、確か。トリプル H。お、セスローリンズ。ストンコ、ストンコ。ちょっと怖いよね、これ。ジェハーディ。サロン・ローガン。フィン・パロール。ナオミ。アンダーテイカーは引退ではないのかな、どうなんだ。おう、ラウディ・ロリープ。ロンダ・ラウジ。レイ・ミステリオ。ビーラシュリー、ブロックエさん、はい、AJ スタイルズ、ダニエル・ブライトのルセフかな、ブロックレスナーとジョン・シナー。ジョン・シナーもほとんど半分引退状態なんですかね、はい、シャートフレア、引退というかまあ俳優業に専念というかロックみたいな感じですかね。はい、セスロリンズですね。おお、かっこいい。中村対エジェスタイス、ロマン・レインズ、ミズとダニエル・ブライアンか、ケイン、ビッグショー、ドリフジューラー、カータング、ドリーム・マッキンタイヤ、サミゼイン、中村と今いろいろ組んでやってますね。エージェスターです。ウッズ、エッジかな、飛んでんなぁ。セスローリンズ。あ、マンカインド。はい、シンスケ中村。やっぱこっちのが好きだな、俺今の全身のスーツより。ローマン・レイズとボビー・ラッシュリーか。ランディオドとジェフハーディですね。
れだ、古いな。アンダーテイカーもかなり最初期のアンダーテイカーですね、これ。ナタリア。あ、ブリティッシュブルドッグ。うん、ランディ・オートン対ベンジャミンか、シェルトン・ベンジャミン。カーメラか、セザール、サシャバンクス、ヒットマン、ロンダーラウジ、ランディオートン、エリアス、ロンダーラウジ、ブランストーマン、AJ スタイス、中村慎介、アンダーテイカー、セス・ローリンズ。これもランディ・ゴットンとジョン・シナですね。ブロックですな。さらっと出てしまった。ブラウンストローマンの、これはマットレーリックかな。はい。50C ですね。はい。これは引き換えてなかったな。カータング。やべ、サインカードもじゃあ引き換えてないのかな。はい、ビッグイ。ちょっとビッグイやっと。お、アスカだ。ちょっと日本人スターはね、はい、ロックですかね、やられてるの、はい、かっちょいサマースラム、ヒットマンと多分、そうですね、アルティメットウォリアーですね。内裏ドリュックラックニューデイロマン・レインズヒットマン。おお、ブロックレスナー、なんだかんだでもう大ベテランか、ブロックレスナーも。スロリンズとフィンバルスかね。はい、ヒットマン。おお、こういうのやっぱかっちょいいですよね、向こうは。あ、この人今どうしてんだろう。なんか最近見ないような気がする。まあいるだろうけど。マッチョマンとエリザベスですね。ダブルダビでトップル閉じすぎて大変ですよね、きっと。シャルトフや。ランディオート、エッジ、シンスケ、中村、US ヘビスですね、ロックとトリプルエッジ、はい、何がジャックスかな、カートアングル、なんか細いな、このカートアングル。ブレイバーガット、ベイリー、ブロックレスナー、ロンドアラウチ、ショーン・マイケルス、ハートブレイキッド。
どうも、YouTube でも最近の WWE よりヒットマンとか、ショーン・マイケルズがそういう昔の動画を見ちゃうんですよね、ついつい。NWO とか、リブ・モーガン、ミス、ベッキー・リンチ、ジェフ・ハーディ、トリプル・ H、レイ・ミステリオ。これはセスロリンですね。中村俊輔対 AJ スタイルス、フィンバル、バロン・コービン、サモア・ジョー、マット・ハーディ、ブレイワイガーとか、はい、ハート・ファンデーションだっけ、そういうユニットがありましたよね。ミスですね。はい、マンディ・ローズ、ダニエル・ブライアン、アレクサ・ブリス、ロマン・レインズ、トリプル・エッジ、並び、この並びね、はい、あり、最近売り出しちゃうかな、この人、マンカインド、はい、ドリフ・チューラー、お、シンスケ・ナカノ来ました。はい、エッジ、マンカインド、マンカインドが出るな、よくはい、サマーチョー、もう少しサインが来てもおかしくないんだよな。お、かっちょえ。横綱来ましたね、デックスルが。バロン・コービン、ブロック・レスナー、セス・ロリンズ、ロックレスナー、コフィー・キングストン、エイジ・スタイルズ、あれーさ、もう出てもおかしくないんだけど、いつ出てもおかしくないんだけどな。レイ・ミステリオ、ヒットマン、ウンダー・ラウジ、ランディ・ウォート、残り3パックなんか出ないってこともありそうな気がして怖いんだよね、このトップスのやつまあない、そんなことはないと思うんだけど。アリ、ダリア、セス・ロリンス、ブロックレスナー、おお、若い、トリプル H、 シンスケ・ナカムラ、レイ・ミステリオ、残り2パックなんですけどねはい、コフィー・キングストン、シンスケ・ナカムラ、エイジ・スタイルズ、ボビー・ラッシュリー、アンダーテイカー、来た、さすがに来た
ビン・オーエンス。お、あ、オニールか。エッジとクリスチャンかな。AJ スタイルズ。そしてアルティメット・オーリア。さてさて、サインは引っ張る本でないか。おお、ベイリーですね。2枚目ですね、ベイリーは。はみ出してな。直書きですね、これ多分ね。はい。25の10。おい、悪くないです。ベイリー。ベイリーのサインが来ました。2枚目です。いい感じでサインもはみ出してますね。はみ出して2というか、なんというか。はい。大きく書いてますね。というわけで、今回はこちらでした。ベイリーの25尻と、マトリック。なんかついてんな。ブラウンストローマンのマットリック。これ元からついてるやつか？どうなんだ？あ、わかんねえ。まあいいや。あ、はい。という、まあ、こんな感じでしたね。あと、多分この中にシリアルカードがうつもりでると思います。わかんないんだよ、このシリアルカード。はい。というわけで、こんな感じでした。まあまあ、良かったですね。25シリ。そこそこ昇進のサインカードなんで。はい。よかったです。というわけで、今回は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。では。